中華街の隣の商店街に来てしまった。こっちは人がさっきみたいにいっぱいじゃなくて平和だ。あ、なにこれ、超かわいいんですけど。おい、ワンコ。おい、おい、やっほー、こんにちは、こんにちは、ワンワン、おい、こんにちはこんにちは、超爆睡してるよ、かわいい。あ、起きた。おい、寝る？眠いね。ああ、閉じちゃう。おい。じゃれてる、じゃれてる。あ、危なかった。思わずペットショップに入ってしまった。店員さんに話しかけられちゃった。マンションなのでって言ったらそそくさといなくなっちゃったぜ。路地裏入ってみたよ。うなぎ屋さんがある。なんだこれは。シューアラクレーム、シュークリーム、やめたーと。なんか面白いのないかな。おいしそう、これ美味しそう。牛すじシチューのコロッケだって。コロッケに牛すじシチューをかける。これ食べちゃおうと。悩むな、牛すじシチューかカニクリームコロッケでクラムチャウダーか、どうしましょう。困ったな。すみません、牛すじシチューのコロッケ一つください。はい、揚げてくれるんだ。揚げたてになるのね、すごい。一番で待ってます。まだかな、まだかな。はい、はい、はい、ありがとうございます。お待たせしました、牛すじシチューのじゃがいもコロッケです。ありがとうございます。たよかった。すごい渋い喫茶店で、純喫茶って感じだね。昔からあるって、40年ぐらいだって。こんな中華街ができる前からあるんだってさ。よし、どこ行こう。なんやこれ。